とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいクエスト、出てますね。これです。季節のクエスト。昨日の夜は出てなかったんだけども、今日になると、出てましたね。ついにスタート。で、報酬がハテナなんですよね。で、しかもこれ、防具っぽいな。うん、防具っぽい。報酬ですね。で、こっちもあって、こっちが弓かな？うん。これ新しいやつっぽいので、ちょっと行ってみましょう。二つとも、締めっぽい洞窟と王の隠れ家なので、簡単です。二ついっぺんにちゃちゃっと行ってみましょう。ナイトモードか。それではもうちゃちゃっと行きますね。うん。特に問題なく。いけるでしょう。まあ、ナイトモードっていうだけで、そんなに、あ、ぶれ。なんかやたらダメージあったと。どうした？ジオマンサーね。ジオマンサーの爆発でダメージ受けたのか。あ、びっくりした。なんかやたら効くなと思ったら、そういうことね。オッケー。で、ここの次が、あれだよね。おいおいおい、ジオマンサー多すぎるぞ。締めっぽい洞窟、あそこが、ちょっと行きにくくなったんすよね。まあまあ仕方ない。うん。それでも、そこまで時間はかかんないんで、ちょっと待って、これジオマンサー、今回多いね。ジオマンサー、おぉ、めんどくさ。オッケー。問題なし。よかったー、矢はギリギリ持ちましたね。よっしゃあ。今回本当にね、ジオマンサーがいっぱい出てて鬱陶しいな。ジオマンサー鬱陶しい。あ、でも矢は結構出てきたな。オッケー。まあ、ここの強制戦闘そんなに長くないし大丈夫でしょう。はい、ではまず一発目クリアです。防具だよね。どんな防具が出てくる。去年のが結構可愛かったんで、今年のやつも期待できるかな。どんな、まあまあ性能もね、見たいところですね。性能も。うん、見た目プラス性能もいいっていうのであれば、これは使っていきたい。うん。まあ黄金スキルはつかないんで、まあいいか。どうだ。何これ、もっと最も飢えた、ほら。なんじゃこりゃ。なにこれ。ちょっと見てみましょうか。近接が 25% で、あー、これは、あれだね。反逆者だな。うん、反逆者と同じ性能ですね。で、見た目が、なんだこれ。一番最初の、赤い防具、あれになんかちょっと似てる感じですね。あー、ちょっといまいち見た目は良くないな。はい、じゃあもう一箇所行ってみましょう。ここが、あ、ほんとだ、登れなくなってる。なるほどね。完全にショートカットは潰されたんだ。そうかそうか。いや、話には聞いたんですよね。話には聞いてたんだけども、ほんとだ。こっち側のショートカットもいけなくなってる。まあまあ、そんな問題はないじゃないですけどね。はいはいはい。あ、ここはジャンプできないもんね。いや、完全にやられてるな。で、もちろんこっちも、いや、いけそうじゃない？あ、いけそうじゃない？こっちは。こっちいけるじゃん。こっちはいけるんかい。なんだそれ。こっち側いけるんだ。はい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 。左側の方の洞窟のショートカットはできなくなったっていうことか。あ、でもここもう一箇所あるもんね。もう一箇所、洞窟のタイプがあるので、そっち側はできなくなったのかもしれないですね。うん。今回の、形は、まだショートカットができるっぽいですね。はい。まあまあ、とりあえずクリアですね。
余裕です。さあ弓はどんな感じかな。防具はね、まあ性能はいいの、いいにして見た目がいまいちすぎです。弓が去年は確かあのクモロスの弓だったよね。うん、冬の指先の、え、あれ冬の指先だったよね。確かね、確か冬の指先だったと思うんだけど、うん、今回は何のやつだろう。なんかボウガンみたいな見た目だったんだよな。何？え？絶叫のクロスボウ。かっこいい。見た目めちゃくちゃかっこよくない？性能だよ、性能。なんすか？あー。はいはいはい、影化する。あれか。そうねー。使わないかなー。え、攻撃力低いな。20万。やたら低い。いやー、これは使わないですね。でも見た目は最高。うん、見た目はかっこいい。けども、性能が良くない。性能はもうこっちは、いいんだよね。反逆者だから。いいんだけども、まあ、使いませんかね。はい。ということで、今日は季節のクエストやってみました。防具と弓があったので、もしかすると、まだあるかもしれない。去年は、防具2つだったんだよね。なので今年も、防具、弓、どっちかがもう1つあって、武器もあったりするかもしれない。うん。まあ、これは、デイリークエストみたいな感じなので、明日になってみないとわかりませんけども、はい。まあ、とりあえず、これが出ました。見た目はまあいいですね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。